皆さんこんにちは、こんばんは、ザマスナオトです。今回は群馬の寮の花垂れし地図を周回していきたいと思います。でパーティーがレベリングパーティーですね。ドラゴン守り人2人の大神官で、ドラゴンが、闇竜の牙で、ヒャドボーグで、守り人1人が、メタル対策でメタルキングの剣でデインボーグで、もう一人守り人がカルベロビュートでデインボーグで、大神官がカルベロビュート4凸のデインボーグで、心がムドをエルギオスマスタードローン覚醒二軸弱覚醒ですね。でもう一人守り人が、エルギオス大魔神ムドをマスタードラゴンですね。でまあここら辺はね、素早さ調整で心を抑えて装備させています。ランプの魔人ドルバゲスバランですね。で、もう一人じゃない、ドラゴンが、アームライオン覚醒のアックスドラゴンゴールデンゴーレムですね。で心堂は装備させてません。こっちも装備させてません。で、この守り人は右寄せで、大神官も右寄せになってます。それでは10分ぐらい周回していきたいと思います。もう早速湧いてるんですけど、とりあえず匂い袋を炊いて、2回やろうかな、5分5分で。でまあ群馬の寮の花垂れし地図は、推奨レベル、特殊色推奨レベル55ですね。で、シャドウ地形ですね。なんでまあレベルがそれぐらいに近い人は結構ハードルは高くなるかもしれません。ただある程度レベル60以上になっていて、カルベロビュートを持っていて、で全身揃ってれば、まあ、ワンパンもいけなくはないですね。ただまあモンスターによっては乱数になってしまうかもしれません。ただまあ自分はまあ大魔導士も完走しちゃってるんで、とりあえず大神官と守り人に無理やりカルベロビュートを装備させて周回します。2パンですね、2パンで周回させています。まあ基本自分はギフミなんですけど、一応まあこちらもね、真珠ポイントはかなり効率がいいんで、特にバールゼブブがいいんで、なんでここの宝地図の周回もおすすめですね。あとはまあ皆さんが結構持ってなさそうな心も取れるんで、石板とか、なんでまあ心集めとかもいいですね。ただメタル系がメタルつむりになってるんで、そこだけねやっぱ経験値効率がちょっと悪いんですよね。ここはメタルエンゼルだったらもっといいんですけど、まあメタルつむりなんで。まあ真珠ポイントしか、真珠ポイントをメインで集めてるなら、この群馬の寮の花垂れし地図もかなりおすすめですね。ストーンマンとかもね、ドラケワンとか、その当時からやってる人だったら心持ってる人もいると思うんですけど、最近始めた方だとやっぱこういうドラクエ1のモンスターとかそういう心も持ってないと思うんで、まあそういう敵が出る宝の地図で周回するっていうのもいいですね。
まあ2パン、うん、結構もう特級職になると大体の職業に無理やりカルベロビュートを装備させてもまあそこそこのダメージは出ます。まあ自分あのエビルホークの覚醒戦利口とかで大魔導士とかを使いながら他の違う特級職に、まあ忍者とかゴッドハンドに無理やりカルベロビュートを装備させて周回してたこともあるんで、うん、結構まあカルベロビュートはまあもう特級職になったキャラクターに無理やり装備させてもなんとかまあまあいいダメージは出ます。ただまあ防具もないとちょっと厳しいかもしれないですね。全員の防具が、まあ、一応自分はまあ全員の防具もまあまあ、うん、そこそこある方なんで、でも今は結構もう防具も結構重要なんですよね。やっぱ初期の、まあ、防具に比べてその属性ダメージの上がるパーセンテージがやっぱ高くなってきてるんで、なんでやっぱり昔の防具とかそこら辺の連成っていうのも期待したいですね。やっぱそこら辺の防具がさ、例えばねガチャで当たってもうわー外れかって結局なっちゃうんですよね今の現状だと。なんでまあ運営さんがねそこを防具の連成して防具がもっと輝くようにしてってくれれば、まあね、例えば今の、なんだ破壊鉄球の装備だと、あれかあのイオの、まあ、ラーミアとかあとはあれかな世界中の転送のまあ防具とか出ると思うんですけど、あそこら辺の防具がもっと輝くようにまあ連成がね連成してほしいですね。武器だけではなく、うん、やっぱ防具だけ置いてかれてしまってるんで、ああ外れかって結局なっちゃうんですよね。なんでその外れにならないように、うん、防具の連成もしてほしいですね。だから防具例えば連成来てくれればとつらなくてもいい、とつんない方がいいなって思う場面もあると思うんですよね。なんでまあ防具かぶってもいいなっていうようなね、いい連成いい強化になるような、うん、連成をしてほしいですね。さすがに防具でも今うん、最新防具と昔の防具とのやっぱり属性ダメージ、まあ、斬撃対義ダメージっていうのが、うん、かなり差出てきちゃってるんで、うん、そこをねどうにかしてほしいかなって思います。まあ、いずれ来るとは思うんですけど、防具だけ連成来ないっていうのはないと思うんですけど、やっぱ今その盾もね、盾もかなり優秀な盾が出てきちゃってるんで、それ考えるとね、まあ連成欲しいですよね。あ、来た。Dランク。そういえば話してる間に心落ちてなかったし、まあ2パンだねやっぱり。まあ、
暴走入れば大震撼で、暴走入ればワンパンはいけると思うんですけど、さすがにやっぱ大魔導士が一番いいかな、火力的には。魔剣士も悪くないんですけど、ただやっぱ大魔導士が一番使いやすいかな。でもまあバルデブは大体ワンパンですね。でもカルベルビュートはまあ必中かつまあ MP 回復もできるっていうのはでかいんですよね。なんでやっぱ2パンでやるにしても、まあ2人目、まあ最初に草薙の剣とかでもいいですし、最後のとどめを草薙の剣の血を走る装甲でもいいと思うし、ただまあ自宅でやるならやっぱカルベロ2本あるなら2本で周回した方がいいですね。やっぱ MP 管理がほんと楽で、破壊鉄球も悪くないんですけど、やっぱりね必中じゃないんで、まあ、ちょっとめんどくさいかな。あとモーションもちょっと長めかな。それなカルベルビュートの前やっぱいいよねになっちゃうんですよね。だから自分破壊鉄球は取ったんですけど、結局カルベロビュートを使いまくってます。まあ自分は6コラボが来た時にまあカルベロビュートはガチャやりまくってしまったので、だまあカルベルビュートのね復刻来た際はそこまで追わなかったんですけど、やっぱり欲しい武器が来た時はやっぱ天井まで狙うっていうのはやっぱり必須なのかなって思います。やっぱ結局あ2個目だねこれは。復刻来て来た時にはもう武器天井がないんですよね。なんでやっぱり復刻来る前の天井あるガチャで武器をしっかり取るっていうのが一番重要なのかなって思います。まあ200連は結構ハードル高いんですけどね。これがね何マイレージ、貯めたマイレージもスタンプされるっていうシステムになったら、相当あのユーザーさんたちが喜ぶとは思うんですけど、まあそうするとねやっぱまあ売り上げとかまあそっちの問題になってしまうと思うので、なかなかそれはできないと思うんですけど、ただねマイレージガチャでスタンプが押されていくってなるとかなり激アツだと思うんですよね。そうしたらもう最高だと思うんですけど、さすがにそれはできないですね多分。まあ一応ね今回は群馬の寮の花垂れ市地図をやってきました。で今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、YouTube チャンネル登録のもお願いします。